BPM をご覧の皆さん、こんばんは。世界の終わりです。中陣です。深瀬です。沙織です。 DJ ラブです。7月8日に公開されたアニメーション映画メアリと魔女の花。魔女の国から盗み出された禁断の花を見つけた少女メアリの冒険を描いた作品。今回はその主題歌を担当した世界の終わりのメンバーにスペシャルインタビューを敢行。これは主人公のメアリの心の中の動きを天気になぞらえて書いた曲です。一般的にはその比喩されるものとしてやっぱり雨っていうものは、まあ、ネガティブなイメージで歌われたりとか言われたり例えられたりすると思うんですけども、今回は本当にその今まで心に降ってた長い雨っていうものが果たして本当に悪いことだけだったのかっていうところに焦点を当てた、その雨が作り上げてきたものは何なのかっていうのに焦点を当てた曲になってます。今回映画の主題歌のオファーを受けることになった経緯とは。米林監督はね、素晴らしい監督だっていうのを知っていたし嬉しい気持ちでしたけど、まあ、同時にプレッシャーもすごい、プレッシャーと言いますか、まあ、こちらも、まあ、身を引き締めて作らなければならないなとは思いました。あとやっぱりまだ決まってなかったんですよ。そうそうオファーいただいたんですけれど も, でもじゃあやりましょうってんじゃなくて、じゃあやりましょうじゃなくて、とりあえずオファーはいただいたんですけど、まだ決定ではなくて、とりあえず会いに行きましょうっていう状況だったんで、ちょっと自分たちが経験したことのない状況だったので、でもなんかそうあるべきというか、同じ作品に、まあ、音楽を作る身として、まあ、映画を作ってる方と一回会って話をしてみてからやりましょうって決めるの、なんか自然なことのようには、自然だし、すごく今考えるとすごく当たり前なことなんですけども、だからやっぱりこのままミーティング行って目の前で、あ、やっぱりやめますって言われることもあるんですかっていう話だったので、まあ、あったかもしれない、あったかもしれないので、僕らがあまりにもトンチンカンなこと言えばそうなったかもしれないんで、僕らはもうとにかく僕ららしく僕らが思ったことを素直に話そうと思ってたので、とにかく自分たちらしくいることを心がけることで精一杯で、嬉しいとかプレッシャーとかっていうよりもちょっとまだふわっとした状態ね、最初は、レインの作詞は深瀬と沙織の2人で担当。楽曲作りで苦労したこととは。最初に打ち合わせ、ポノクさんの会社に行って打ち合わせをして、その帰り道に、まあ、車の中で深瀬が俺にアイデアがあるって言って、まあ、そこからもうすぐに1番の歌詞を深瀬が書き上げたんですけど、そこからじゃあ2番を沙織ちゃんが書いたらいいんじゃないって、サビも半分沙織ちゃんが書いたらいいんじゃないっていう風に言ってくれて、まあ、書いてみたんですけど、なかなかやっぱり深瀬が考えたコンセプトを受け継いで一緒に書くっていうのが難しくて、なかなかその深瀬がやろうとしてることっていうのをと自分がこうやりたいことっていうのがなかなかこうマッチせずに、私の方の歌詞は本当に何度も変更になったんで、相当自信を失いながら頑張ったっていう記憶がありますね。難航したというよりは割とすごい丁寧に丁寧に作っていって、ね、細かく細かくディティールを詰めていったら、やっぱり必要なだけの時間はかかったっていう感じです、ね、なんか路頭に迷ったりとか、もうダメだっていう、なんか大きく方向性を変えなきゃいけなかったりっていうことはなくて、結構最初から向いてた方向は結構正しい方向だったとは思っていた、まあ、ちょっと大変だった時期もあるけれども、それはまあ当然の大変さというかという感じだったと思いますね。さらに謎の DVD が付属する初回限定版 A、 内容の異なる謎解き DVD が付属する初回限定版 B が同時リリース。その内容とは、謎の DVD はもともとは、僕らの CD のプレゼント、抽選のプレゼントで入ってた謎の DVD という、何の告知もしてない、どういう内容かがわからない DVD、 一切謎だったわけですよ、謎だっていう謎の DVD が入っていて、今回からはちょっと全員見れるよね、全員見れる初回限定版だけパターン A A のね、はい、見れるようにして、今回の内容は特に謎でも何でもないんですけれども、各々のルーツをたどっていくという DVD になってまして、中島は塾講師時代の
友達に会いに行きました。タオルちゃんは大学の先生に会いに行って、はい、僕は講演なんですけども、まあ、講演なんで講演かっていうのはぜひ見ていただければと思うんですけども、ラブさんは、まあラーメン屋ですね、ルーツになった。何のルーツ？あなたがラーメン屋さんなら分かるよ。僕の二郎系ラーメンのルーツになってます。現代ラーメン屋さん、あなたが二郎系ラーメン屋さんだったら分かるんだけど、いやでも二郎系を好きになった原体験ですから、ね、外せないですよこれは。世界の方に生かされてるのかどうかっていう、みんなも言ったでしょ。でもその店言ったけども、まあ代表して言ってるんですよ。僕はなるほど、まあね、謎解き DVD というのはですね、非常に紛らわしいんですけど、これは本当に謎を解くという、うん、DVD のそのリモコンで進んでいけるのかな、うん、そうですね、そうだよね、うん、そういう謎を解いていく、そしてゴールに向かっていくというゲームになっていて、サウちゃんがそれの脚本を書いてね、謎解きの謎は今度一緒に竜の夜からの脱出というイベントので一緒にやってるスクラップさん監修の謎解きのものになってます。ラーメン屋、やっぱりラーメン、ルーツがブレないね、ルーツ、うん、やっぱり気になるでしょう。それぞれのおすすめもあるわけですし、おすすめのラーメン屋さんがない男性ってなかなか少ないかもしれない、ね、少ないかもしれない、一つそれぐらいはあるんじゃないかな、聞いたら出てくるよね。でもやっぱりすごい体をさ鍛えてる方々だから、そうなんですよね、うん、ラーメン屋さんとか行かないんじゃないですか。それも踏まえて、そこなんでしょうか含めてということでね、聞いてみたいなと、うん、今回僕たちが作った新曲のレイン、ニューシングルレインなんですけども、先ほど紹介した DVD が付いている初回限定版もありますので、そちらもぜひチェックしてほしいですし、レインの主題歌としてレインを使ってくれた映画のメアリと魔女の花もすごく面白い作品になっていますので、皆さんもぜひチェックしてみてください。そしてアベマ TV では7月29日夜9時世界の終わり新曲披露特番ミュージックミュージアムを放送します。詳細は番組表をチェック。 The Nine Worlds Presents BPM